これがプロ仕様 M4 か。プロ仕様 M4。時刻表示のある武器チャームつけたら、今何時か分かるから便利よ。俺別に画面2枚あるから、左下見るだけでいいんだわ。ちょ。2枚目のモニターが遠いからさ。後ろについた。あ、強っ。3枚目も用意してもらって。あ、強っ。切りたいのえぐいよ、それ。えぐいわ。これで君もプロゲーマーだ。やってるよ、厳しい。くれ。まあ、というか、M4 なんて元から強いし。あ、強っ。こいつは強え。カスフとどっちがいい ?M4 マジか。あ、いやまあカストフも別にいいんだけどね。いいんだよ。いやなんか俺 M4 強いのは分かるんだけど好きになれない。なんなら別にノーアートでも強いしない M4 は。あれだおめえ。もう正面味方めっちゃ見てくれてたから信じたけど裏切られた。誰も信じるな。これ登ってくの。位置情報を更新。ハードポイントを獲得しろ。ファストハンド。うわーめっちゃいる。そう、この辺からフラグを投げると当たる。あ、味方か。来いよ。あ？あ、うん。そう、俺なんかトロフィー持ってもな、出す動作がのろくて。出さなくなってるよくないわ。あれデプロイカバー割と早いよ。あれが？うん、割と早いよ。あ、そうなの。え、もう一人。あ、え、こいつ鬼強いぞ。いや、キルタイムそれマジでバケン。 AV でこれはアタッチメントで化けるってやつだ。大化けで。あ、エリア取んないと。痛いです。後ろについた。敵にリードされた。え、ちょっと立って。おーよ、ちょ、やばい、全然動けない、助けて。頑張れ。え、マジでこの距離倒せん。行かれてっぞ。超万能武器見つけてしまったな。M4 ね。あ、垂直反動とかを減らすアタッチメントには信頼を置いてるんだけどね、うん、それ以外であんまり変わると思ってないんだよね。偏見だけど。うん、もうド偏見だもん。俺垂直よりも水平派だから俺は。これね、アタッチメントで武器は変わる。理解してしまった。めっちゃ変わるよ。このデブロイカバー立てたのはあんただろ。絶対分かってんじゃん。あ、リロードする。後ろについた。 UAV は戦域を
離脱した。でれ。ミッションを半分終えたな。勝利をつかめ。もう一人でめっちゃ耐えてるぞ俺。よろしく。あ、負けた。うわ。早く来てほしかった。はい。後ろ。ハードポイントに敵がいる。スコアさは大丈夫そうや。次のハードポイントを特定する。味方の UAV が展開を始めた。そこ階段に。いた。ギリギリセーフ。すげえよ、この武器は。遅い。は？何？まあ、覗くのちょっと遅いよね。まあ、そこは。あ、なんか足を上降りてる。あー、ハリアが出てる。いい。いや、木を出せばね、ハリア効かないんですよ。え、あ、ちょっと、え、そうなの。そうだよ。それは初耳だ。説明文に書いてある。自動標準システムを切れる。へえ。めっちゃ足音。ええー。どうや、俺なんか全然ポイントにかめてない気がする。割と噛んでたわ。いやあ、ちょっと入らないで見る。入らずに入る敵を監視してる敵。性格悪いね。そういうやつは全力で成敗したこと。車の上にやら、あれモロトフで焼いて破壊してやるわ。ハードポイントが移動する。待機しろ。そんなことしたってチームは勝たんのよ。これどっちか、どっちで見てるレーザーなんだ。わからない。多分右。後ろ。情報を更新。ハードポイントを確保しろ。あぶね。またこのデプロイカバー好きで。いや、このデプロイカバーお手軽強ポジ生成器だから。これはやばい。ほらほら、デプロイカバーなかったら負けてたよ今。さすがデプロイ名人。デプロイ名人。あとはデプロイカバーにトロフィーがあれば最強。置いてある。置いてある。神。次のハードポイントを特定する。ここか。あ、っていうか、またこのレインコートというか、これはスーツか。スーツを着たかっこいいスキンの人が多い。UAV は燃料切れだ。これより人をする。ターゲットエリアが変わった。ハードポイントに向かえ。小田さんとこ。セントリー。ハードポイントは危険だ。エリア。仲間のレーザーがさ、緑レーザーがすげえ視界に入るよ。ハードポイントに敵がいる。ああ。お前についていく。ドリルチャージを使う。OK。こいつはね、敵全然入っとる。お見事。俺は今カストフにハマっている。それはノーワタでいいんだ。あ、ノーワタしないや。ノーサイトでいいんだ。なんか慣れた。M4 なんかリングみたいについてんじゃん。うん、そう。ハードポイント。
うわ、なんだそのデュアルハンドガン。いや、デュアルハンドガンだ。ダリキンハンドガンじゃ。ハードポイントを抑えろ。あれ、敵正面来ねえ、これ。めっちゃ裏取りいそう。わかった。我々がリードしている。俺は扉の近くに。危な。でもここ扉の近くに一回いたらバレるから移動しないといけないんだよな。うん。敵もアホじゃないや。人がトルフィーシステム出してるときにさ、なんで突っ込んでくるの？切れそう。これ裏じゃん。あ、ナイス。メインウェポンすら禁止。おちょちょちょ。そうだ。そうそれは無理。あ、やばい。もうちょっとで。ハリアだった。ハリアだったの。はい。情報を更新。ハードポイント UAV は燃料切れ。来てね。来たよね。あれ。危な。何2回うわぁ厳しい。あの家要塞溶かしてますよ。わかる。セーブ。要塞破壊した。破壊した。地雷巻いた。テロリストや。多分入ってこれない。俺、破壊砲があるから、次の場所、使いどころだ。セントリー出てるから、もう、丘の上、チャンスが。あ、VTOLまで行ったわ。じゃあ、破壊砲の出番ないな。ターゲットエリアが変わった。ハード UAV は燃料切れだ。あ、危ない。ここで VTOL か。出しちゃいなよ。カウンター出ててわからんかった。近い。あれ？いや、当たってないんだけど。なあ！鉄塔で見事に死角になってたのでは。うん、かもね。ちょ、これ全然鉄塔に行けん。ハリアにあそこ任せたら次って確かここだって当たれい。そうだね、次のうちだね。で、問題はどのタイミングで迫撃砲を出すかなんだ。あっ、ちょっとここから迫撃砲あそこに出すのがいいと思う。わかった。まだ あの味方がいなくなったら、今です。本当に良かったかな。あれ。いや、あそこは普段、あ、よしよしよし、うん、いるもんね、あそこ普段来るはずなんだ。そう、よし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 、あ、いいね。よく言えば6人ぐらい布団で欲しかった。多分相手は次行ってると思うよ、あの迫撃砲見て。ああ、ガガ正直にもう迫撃めっちゃ死体撃たれてた今。面白い。始末した。発売後数ヶ月経ったし、よりはもうならず者の総括ですから。毎度のことながら、毎度の、ね、ナイス。UAV ジャン。ここもなかなかきつい。 UAV オンライン、ハードポイントに敵がいる。いや、そっちから来るのやばすぎ。ハードポイントからハードポイントへの感覚が遠いからさ、移動中に殺されるのがね、そんなばっかりで。
けど、もう誰かに。どこ？迫撃砲がゲットできたんだけど。いや、しばらく迫撃砲。なんだあいつ。そうだね、まだ使いどころは。取られちゃったよ。ハードポイントを移動した。確保するんだ。大丈夫。はい、階段階段階段。うん、階段にいると思う。ここ。やっぱり。いやあ、苦しい。敵の UAV が今入れる今入れる。うん、階段まだいるこれ。どうせ死んでる。階段死んでる。マジかよ。はい、もう。ハードポイントは危険だ。エリアを確保しろ。これ次1階だったよね。うん、この下だよね。次のハードポイントを特定。襲撃された。絶妙に守りにくい1階なんだよな。ビリヤード台の近くで伏せたら前スタックしたことがあるから嫌なんだよ。ここにいよ。やっべ。ハードポイントに敵がいる。やべ。車線変わった。次どこだっけ。他の方じゃない、この小屋だった気がするな。どっから撃たれてんのかわからん。これは次行くべきかな。次どこだっけ。小屋、この小屋か。小屋行ってる敵がいる。俺今セントリーを気に入ってる。どうしようっけ。最強セントリー置いたわ。ハケこいつ使おう。使うか今。使った。オッケー。じゃあもうこの仲間を俺がドア閉めるのにめちゃくちゃ開けるじゃん。オッケー、迫撃砲でおののいやってこないです。敵今 V トール横が失敗だったのか。うん。これ次奥の家じゃなかったっけ。そうだよね。ああ、でもここ俺が取り切ればゲームオーバーである。地雷。全員地雷で来たぞ。ポイントを確保しろ。いや、セントリー働くね、ここ。あと1ポイント入ったもん勝ちだぞ。わかる。入って前。これ。いる。ああ。俺がキル中。はい。3分27秒入ってやった。いや、すぐ。このアイアンサイトが嫌いなの。うん。